はい、こちらガイモンドです。リアル誤真実をぶちかます。はい、今日も SSR セルティフェンスの時間がやってまいりました。こちら SSR セルティフェンス代表ガイモンドです。全推進流空手道剣世界館館長でもあります。武道と誤真実双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今日もですね、SSR セルティフェンスの時間がやってまいりました。はい、誤真ラジオでございます。皆様よろしくお願いいたします。はい、まずですね、こちら見ていただきたいと思います。ではどうぞ。ね、各種誤真実講座、ね、こちらも出てます。ダウンロード商品ですね、出てます。そして総合誤真インストラクター講座オンラインですね、こちらも出てますよ。詳細概要欄になります、お願いいたします。はい、そしてですね、これいずれなんですけども、まあライブ配信でも私話したと思うんですが、 YouTube の方に、まあアップをさせていただいて、限定リンクっていうものをですね、作らせていただいて、まあドネーションをいただいた方ですね、一定額のドネーションですねをいただいた方に対してですね、まあ感謝の意を表してですね、お見せするという形をまあ取っていくことになるかなと思います。まだ現段階ではまだ完全ではないんですが、はい、ですのでこういった形で見せていきたいなと思いますので、皆様サポートの方をよろしくお願いいたします。で、まあペイパル経由ということになりますのでね、皆様お願いします。はい、ということですね。はい、それですね、今日のトピックなんですが、このような事件が発生しました。テレビの音がうるさい、騒音トラブルで殺害か、下の階の住人逮捕、大阪、西成というですね、大阪市西成区の集合住宅で5日、50代の男性がナイフで刺されて死亡、下の階に住む男が逮捕されました。通報した男性、叫び声ですかね、おりゃーとかただごとじゃないということで、通報した男性が聞いたというのはただごとではない叫び声でした。警察によると、5日午前3時半ごろ、7階に住む50代の男性がナイフで刺されて死亡、6階に住む無職、上村克美容疑者69が殺人の疑いで逮捕されました。通報した男性は上村容疑者から騒音トラブルについて相談を受けていたといいます。そうした男性、容疑者が私の部屋に訪ねてきて、真上の7階の部屋のテレビの音がうるさいということで、静かにするように、相談に来られました。通報した男性が7階の男性の部屋に行き苦情を伝えました。すると住人の50代男性は、上村容疑者の部屋を一人で訪ね、事件に巻き込まれたと見られています。調べに対し上村容疑者は容疑を認めているということです。警察は事件の経緯を詳しく調べていますと。はい、ということですね。まあこのような事件が発生しました、ね。まあ、要は、まあ、代わりにね、この、尋ねられた男性がこの7階のこの被害男性の家まで行って苦情を伝えたってことですね。要は被害男性の方が、要はノイズを出してたっていうことでしょうね。で、それに対して逆に、この、じゃあ、うるさいって言われた人が、まあ、被害男性ですね。これが、今度は、この容疑者の部屋を一人で訪ねていったってことですね。うん。まあ、これ多分文句を言いに行った可能性って非常に高いですよね。うるさいっていうことで人伝いに来たから、ね、どういうことやねんと。ね、まあ、多分私じゃないですよっていう話になったんでしょうね。うん、ちょっと頼まれたもんでと。うん。誰ですかみたいな話になって、いや、あの人です、みたいな話ですよ。そうするとトラブルになるじゃないですか。ね、で、結局この人が何を言うねんと、何がうるせえんや、ということで、まあ、これ容疑者の部屋を一人で行ったんですね。訪ねて行ったんだけど、ね、まあ、そこで多分口論になって、いざこざになって、で、逆に帰り討ちにあったっていうことですね、これね。うん、部屋を一人で訪ね、事件に巻き込まれたということなんね。はい。まあ、ここですよね。これね、まあ、この騒音トラブルというやつですね。騒音トラブル、隣人トラブル。まあ、これね、私 DVD も出してるんで、まあ、あと、いざこざ誤真実ですね。こちらもやってますね。あと、人間関係誤真実ですね。はい。まあ、これらを大体多分やっておくと皆さん分かりやすいんじゃないかなと思うんですけども、基本的にですね、やはり、その、特にこういった、隣人ですね。もしくはコミュニティでのトラブルっていうのをやはり下げるっていう方向性で行った方がいいですよね。何にもいいことないんですよね。何もいいことないですよ。もちろん、ね、騒音でうるさいとか、なんかいろいろあるんだとは思うんですけど、もし何か言うにしても、ちょっとやんわり言うとか、ね、まあ、もしくは言わないとか、ね、もしくはですね、管理会社を挟んで、ね、言うってことですね。
まあ、自分が誰かと、結局その騒音をの苦情を出したやつは誰かってわからないようにね、やってくださったりもするんで、管理会社の方に間接的に伝えるっていう話もありますよね。まあ、もしくは警察に行ってっていう、まあ、警察の方もね、まあ、基本的に誰から情報を得たかっていうことも言わないってことも、まあ、それがまあ常識やと思うんで、はい、まあ、そういった形で止めていただくとかいうこともできますよね。うん。だけど一番やってはいけないのはもう喧嘩腰になっちゃうやつですよね。こんな感じで、ちょっとおめえうるせえじゃねえかって言って言いに行ったりだとか、まあ逆に来たりだとかね、うん、こんなような行ったり来たりって結局家を訪れちゃうみたいなのが一番やばいですよね。で帰るうちに会ったり、逆に刃物を持って刺しに行くとかね、うん、こんなの結構あるんですよ、うん、でそこのところですね、気をつけた方がいいなっていうことと、やはりこう周りの隣人のことを気遣って、コミュニティのことを気遣って、騒音を出さないっていう心がけをしなきゃいけないですよね。うん。ここはもう当たり前のことですよ。なるべく騒音を出さないようにする。うん。夜間とか、例えば水の音だとかね、シャワーの音とかね、うちでもありましたけど、シャワーの音があれだったんで、つって来たこともありますけどね。高音なんでね。ある程度の一定のとこまで、結局その、タブをね、ぐっと回すじゃないですか。それを回しすぎちゃうとダメだし、緩すぎちゃったら逆にダメだっていうことですよね。うん。そこのうまいこと調節の仕方があって、それってやっぱり音を聞きながらやらなきゃいけないんですよね。どれぐらい高音になってて、それが周りに響いてるかってことを意識して、意識してやらなきゃいけないんだけど、それがまあ、わかんなかったって。まあ、うちの子供がね、それやってた時に来たんですけどね。はい。まあ、そこでも別に何か喧嘩になるわけでもなく、向こうも別にそんな、高圧的な態度でもなく別にね。うん。わかりますけど、うん、もしあれだったらいいですかみたいな感じだったんでいいんですよ。お互いにね、お互いに良かったってことです。はい。うん、なので、やんわり言うってことは、やんわり言うし、やんわり言われる。うん。うん、そういうのは非常に重要ですよね。まあ、相手からわーって言ってきたとしても、高圧な態度言ってきたとしても、こちらもなるべくガガンガガンって言わない。うん。もし何か言うときは、例えば管理会社を挟んで話していただくとかっていう形になったりしますよね。まあ、最悪ね。最悪ね、引っ越しするってことももちろん考えなきゃいけないです。はい。最悪の場合はね。で、特にこの場合っていうのは、自分で騒音を出してないにもかかわらず、相手が騒音を出してるとか言い出すタイプですね。うん。全くほとんど本当に出してない。全く、身に覚えがない。だけど向こうがうるさいとかね、騒音すごいぞとか、なんか子供の泣き声すげえとか、なんかいろんなことを言ってくるってことあるんですよ。うん。これは多分まあ、何らかの病気の場合もありますよね。精神的な病気だとかいうので、音が増幅されちゃってるとかね、被害妄想が非常に強くなってるとかって、これあるんですよ。で、なので、精神に異常をきたしてることもありえますし、うん、そうすると、自分で思ってた範囲以上の反応を見せてくるっていうことがあると思いますね。うん、なので重要なことは私がさっき言ったことっていうのは絶対重要だし、穏便に行くってことは重要なことだし、最悪の場合は引っ越しするっていうことも重要なことなんですけど、やはり自分の身は自分で守るってことは重要で、相手のラインって分かんないじゃないですか。例えば自分そんなに音出してないのに、向こうがすげえ音出してるぞと、普段からって。で、もうその日のうちに刃物持って殴り込みにかけてくる場合ありますよね。それもあり得るわけでしょ。したらこちら準備するまでもなくやられちゃうってこともあるわけですよ、うん、だから重要なことっていうのはもう例えばどこかに住みますとかっていう話だったら、もちろんその周囲の方たちに挨拶をするってことはねよくありますよね。お菓子持ってったりだとかいろんなの持ってて、私もやったことありますけどタオル持ってったりだとかして挨拶に回るっていう挨拶回りをするっていうね、うん、まあ、これもやったことありますけど、まあ、こういうのは重要だし、やはり中がどんな感じになってるのかなってその時に見たりとかね、ちらっと、うん、どんな感じの人かなとかってわかるじゃないですか、人となりがね。それで分析をする、隣人分析をするってことは非常に重要なんですけど、やはりどういった状況でこういった凶悪事件に巻き込まれるかわからないので、やはりご寝具の携帯ですかね。これは簡単なことなんで、F605 レベルのものを、まあ、ホームセキュリティをしっかりとして、もしかあれだったら玄関のところに隠しておくとかね。うん、なんかあった時に、まあ、ちゃんとした施錠をして、それからチェーンロックもして、何かあった時にチェーンロックの隙間からかけたりだとかできたりする。もしくは侵入してきた時にかけるとか。ね、あとは防護盾の併用なので、何らかの小型の斜め掛けバッグのようなものを持っておくとかね、うん。そういったこともできますので、やはり防護盾とポリスマグナムですかね。っていうのの、やはり携帯っていうのは、例えば自宅であっても、重要だなんではないかなと私は思いますね。うん、もしくは、誰かが訪問した時のみに使用するということで、玄関近くに置いとく、隠しとく、隠匿しとく、うん、ということも重要だと思います。まあ、そもそもかさばらないから、
別にポケットに入れといてもいいので、別に四六時中入れといても問題ないので。はい。なので、まあ、ポケットに入れるなり、まあ、例えば家の中だったらホルスターつけますよ、だったらホルスターつけててもいいですよ。うん、ホルスターつけるって、自宅ではホルスターつけてますって。まあ、アメリカでもありますからね。あの、銃を結局ホルスターに刺した状態で、オープンキャリーの状態で、家庭を切り盛りしているお母さんとかね、普通にいますんでね。まあ、銃の話じゃないんで、そもそも。まあ、殺傷武器じゃなくて、非殺傷のね、超小型のサイレンスプレーの話をしているので、まあ、難しくはないですよね。簡単ですよね、むしろね。うん。だからそういったことも、を守ろうと思ったら、重要かなと思いますね。もちろん、強盗だとか、空き巣だとか、窃盗だとか、そういったものも、もちろんね、から身を守るというのも大事なんですけど、やはり隣人、狂った隣人がいきなり襲ってくるということも当然ありえますので、そういったことを考えると、やはり護身具での武装ですかね、いわゆるまあ戦士基地内の中なので、まあ所持というような状態ですが、も重要かなと私は思います。はい、いかがでしたでしょうかね。まあ、こんな感じでね、あの、声をかけていったら、おりゃーっていう、どっちが声出したんでしょうね。おりゃーっていうのは、ナイフで刺しに来たやつを素手で守ろうとして、おりゃーだったのか、やったるわ、こりゃーって言って、刃物を持った人間が、おりゃーっつって、気合で刺したのかですかね。まあでも、69歳、いわゆる70歳の男性 VS50 歳ですよ。だから70歳の男性が、まあ、加害男性ですよね、が刃物を持ってたっていうことですよね。うん、だから自宅にあった刃物を、包丁を使ったっていうことですかね。要は声をかけに行ったのは、訪問したのは50代の男性で、なんですから、結局は。そういうことですよね。要は騒音を出してたと言われる人が言ったってことですよね。うん。で、言ったら、ね、出してるじゃねえかって、出してねえぞ俺っていうことで多分言ったんでしょうね。したらちょっと喧嘩になっちゃったっていうことですかね。それでもしかすると危険を感じて、キッチンか中にある包丁を取り出して、おりゃーって言って、70歳の、まあ、加害者ですよね。まあ、これが刺しちゃったのかもしれないですよね。はい。ということですね。まあ、これで見ていただいて分かると思うんですけど、20歳差あっても、やはり、包丁、いわゆる刃物というものを持った時の、人間の、ね、力の倍化、わかりますよね。それだけ凶暴になるってことですよ。それだけ強くなるってことなんですよ。だから、うん、危ないですよね。特にこの50代の男性も、何か言いに行くっていうのも、わかるんだけど、その時の言い方っていうのがあるので、もし言うとしたら、いや、すいませんね、とかっていうところから始まる。いやいや、なんかあれだったんですけど、すいません。ちょっとね、結構、なんか音が漏れるみたいでね、みたいな感じで、うまいこと周りくどく言う。うん、ストレートに相手にしてダメじゃねえか、お前、やめろや、とかっていうんじゃなくてね。うん、ここのところの言い方というのも重要だと思うし、まあ、そもそも初めから言わない。うん。っていうことも大事かもしれないし、まあこれそもそも自分があれかな、そう出してたやつだから、すいませんね、ごめんなさいねって、音すごくこれあれなんで漏れちゃってたかもしれないですけどって言って、菓子箱でも持ってって、もう次回から音ちょっと下げるっていうことしかないから。うん、だけどここ一歩譲れなかったんでしょうね。いやー、騒音つか俺音出してんだよみたいなのもあったかもしれないです。そこわからないですけどね、お互い何があったのか。とにかく隣人トラブルだけは皆さんね、慎んでいただきたいと思います。危険です。はい、ということですね。はい、それでは今回はこれで終了いたします。皆様ありがとうございました。リアルご真実ぶちかます。